はい。今回はピッチ編集ソフトメロダイン4解説の続編となります。前回をご覧になっていない方は、ぜひそちらからご覧ください。ここからはアシスタントの一つ上のエディション、エディターの追加機能を見ていきましょう。エディターではスケールの機能がさらに高度化されます。演奏内容からスケールを分析し、あらゆるタイプのスケールに対応することができます。例えば、このようなオリエンタルなフレーズを対象とする場合に便利です。 スケールの名称がわからない場合でも、左下一番端のアイコンをクリックすると、登場するピッチとその重要度を波状に表した分析結果がこのように表示されます。上のスライダーで分析の細かさを調整できますので、ピッチの位置に合うように調整しましょう。その上で、分析結果の任意の位置を右クリックし、分析を適用を選択します。すると、スケールの幅や白とグレーの配置が変わりましたね。 実はこの際、実際の演奏に合うように調律も変更されています。このようなスケールの場合、スナップを変更するとより分かりやすくなります。トーン記号マークを右クリックし、ピッチラインを選択します。そうすると、スケール構成音のピッチのラインが表示されます。このようにノートの中央に合っている場合、正確なピッチということです。その上でさらに、トーン記号のメニューで、 音階スナップを選択するとスケール構成音のみにスナップするようになります。なおこの分析はノートを選択していない状態だとすべてのノートが対象となりノートを選択した状態では選択ノートのみが分析対象となります。分析対象を途中で変更したい場合は対象のノートを選択し検出のメニューから音階を再分析を選択します。このように分析結果が変更されました。 もう一つ、エディター以上のエディションで最も強力なツールといえる DNA についても触れておきましょう DNA は和音を含むノートを分析し構成音のピッチを自由に編集することができる技術です例えばこのような和音のループ素材を分析してみましょう一旦単音フレーズのように分析されますが ここでアルゴリズムを「ポリフォニック・サステイン」とするとこのようなポップアップが表示されますので再検出をクリックします後の操作は単音のときと同様で表示されたノートを動かすことができます少しやってみましょうこのようにちょっとしたフレージングを加えることもできますね その他、メジャーからマイナーへなど、コード自体を変えることもできますので、ループ素材が楽曲のキーに合わない場合などに非常に重宝します。続いて最上位バージョン、スタジオで追加される機能です。スタジオで大きく進化する点として、マルチトラック編集が挙げられます。例えば、メインボーカルとコーラスなど、複数のトラックにメロダインを立ち上げることがよくあると思います。こういった際に、一方のメロダインで、 もう一方の表示や編集を行うことができます。左上のトラックリストボタンを押すと、メロダインをインサートしているトラックが表示されます。この中から同時に表示したいトラックを選択します。オレンジのアイコンが点灯しているのが今編集可能状態のトラックということになりますが、これに対してその他のトラックのグレーのアイコンをクリックすると参照用としてグレー表示されます。グレーのアイコンは複数選択することができますが、 この状態でオレンジのアイコンをクリックすると、切り替わってそのトラックが編集可能状態となります。複数のトラックを同時に編集したい場合は、Mac ではコマンド、Windows ではコントロールを押しながら、オレンジのアイコンをクリックします。ここで一つ活用例をご紹介しておきましょう。ボーカル編集の際に正しいピッチを素早く判断するため、ガイドトラックにメロダインを用いる方法です。 ピアノやシンセなどで作ったガイドトラックをメロダインでトランスファーし、正確なピッチを分析、表示させておきます。このような感じですね。それをボーカルトラック編集時にグレー表示させれば、それに合わせて編集できるというやり方ですね。ぜひ活用してみてください。スタジオのもう一つ特徴的な機能として、サウンドエディターがあります。左上のこちら、サウンドエディターボタンを押すと、 画面下にこのようなセクションが表示されます。この棒グラフ上の図は倍音を表しています。一つ一つの倍音を上下させることもできますし、空白部分を横にドラッグすることで、複数の倍音を選択して上下させることもできます。なお、このサウンドリターの結果は選択ノートに対してではなく、メロダイン上にトランスファーした全てのサウンドに対して有効となります。 つまり異なるピッチのサウンドに対して周波数でなく倍音でアプローチできるというわけです声や楽器特有の不要な倍音を削る際などに画期的な効果を発揮します倍音操作を包括的に行いたい場合は下のマクロが便利です一番左のブリリアンスは右にスライダーを動かすことで広域倍音が強調され明るい印象のサウンドになります yeah, 左に動かすと逆に暗くこもった印象になりますその隣の輪郭のスライダーは右に動かすとバイオの凹凸がはっきりし声の特性が強調されます左に動かすと逆にフラットになり少しぼやけた印象になりますそのほか奇数偶数バイオの比率を変えたり 倍音をまばらにするコムなど面白い効果を得られるマクロも用意されています EQ に切り替えると周波数によるアプローチも可能です下にピッチが表示されていますので特定のピッチ領域だけ操作したいといった場合にも便利ですねもちろん倍音と同様複数を同時選択して上下させるといったことも可能です下にマクロも用意されていますので音を確認しながら操作してみるといいでしょう通常の EQ ではできないような このようなトリッキーなサウンドも生み出すす。ことができますシンセでは倍音や EQ で設定した効果をエンベローブでコントロールできるスペクトルのほかフォルマントや音量についてもエンベローブを適用することができます声や生楽器をまるでシンセのように多彩なサウンドに変化させることができますね 最後に一部の DAW で使用できるメロダインの連携機能 ARA について簡単に触れておきます ARA 対応 DAW ではメロダインをプラグインとしてインサートする必要がなく1機能として組み込まれる形になります例えば Studio One で使用する場合オーディオクリップを右クリックしメロダインで編集を選択しますこれだけで分析が始まりオーディオクリップをダブルクリックするとエディット画面が DAW の一部として表示されます ARA の大きな特徴の一つはトランスファーの必要がない点です。そのため DAW 上でのオーディオ編集がリアルタイムにメロダインに反映されます例えばこのように切って動かしたりしてもちゃんとメロダインが追随してきます通常のインサートエフェクトでは一旦トランスファーすると DAW 側のオーディオ編集は無効になりますのでこれはかなり便利ですね はい、以上ですね。2回にわたってメロダインの各エディションの機能について解説してきました。メロダインは単なるピッチ補正以上の大きなポテンシャルを持っています。ぜひ使い込んで、さらなる可能性に触れてみてください。きっと制作やミックスの幅が広がることと思います。ご視聴ありがとうございました。